小田原城城主北条氏政に不穏な動きは見られなかった。これに安心した佐助は次に信玄から受けた二つ目の命である謎の宗教団体を探るため南方へと赴いたのであった。ま、念には念をかね。ザビー城偵察。どうも、ちょいと探らせてもらうよ。ただよ、はい。おお、また忍者が来たね。あなたも愛のおしの大作戦ですか。あなたもってどういうことだな。ザビー教教義第五節、死ねば天国。おばあさん、はい。ようこそザビーの庭においでまして。殺すなら愛で殺して。また強くなっちまったが、参ったね。相手が悪かったな。おれ、私が作った傑作め。私の科学力見せてあげましょう。忍者、ついてください。ザビー好きって書いてね。さあ、遠慮なくこの胸に飛び込んでください。必ず最後に愛は勝つわけではない。今日は熱烈な忍者が多いです。ザビーの愛に打ち抜かれたのですか。忍者、ザビー教教に第百節、愛は戦いを生む。ついてきてください。天国まで。やりてきちゃみ。まっ、お前のエントリーどうだ。
挟まって忍びなのに目立ちすぎじゃねえ。ザビー教競技第6節、お前のものは俺のもの。相手が悪かったな。いやー、我らは惜しい人材を失いました。ザビー教競技第7節、俺のものは俺のもの。熱狂的な方は大歓迎ですよ。回転あるぞ。あなたは本当のテレアなのですね。あんたら、そんなに殺してほしいのか。相手が悪かったな。あなたの思いの空気は我々が受け取りました。また会ったな。いると思ったよ。なあ、こんなところで何を。あ、おい待てよ。なあお前、なんだってこんなところに。なんていうとこだ。すれねえな。はい、うん、いいねえ。相手が悪かった。いやー、すっきりした。いや、私の方が鋭い。お前の技、相変わらず。
の洗礼名はポン太郎に決まりました。様よりもあなたを信じたい。はい、はっ、これザビジョン土産め100両で売ってるよ。愛知らない、悲しいね。でも大丈夫、ザビーがこれで愛を教えてあげるね。レッツゴーザビー。あれカスナ、おい、どこ行った。やる気まぐれな女だよ。んじゃ、一人だけだよ、相手する。あなたの忍ぶ愛、どこ行きましたか。チッ、ほっとけよ。ま、これくらいはね。マークもつくね。愛の手裏剣、カモン、ザビーのハートに叩けろ、奥さめ。調子狂うぜ。さあ、さっさと終わらせますね。愛ってのは押し付けるもんじゃないぞ。今のはちょっとキザだったかな。思ってるより辛いんだぜこの仕事。いやー、すっきりした。愛の子守歌でましょう。なんだか二度と目覚めねえ気がする。これも巡り合わせってやつか。まっ、いちいち気にやんじゃいられないけどね。相手が悪かったな。いやー、すっきりした。ま、ゆるーく行こうぜ。いやよ、愛は力に屈しないんだから。終わった戦はさっさと退散。じゃあな。